ニューハンプシャーは、アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦、バージニア級原子力潜水艦の5番艦。艦名は、ニューハンプシャー州にちなむ。その名を持つ艦としては、未着工のモンタナ級船艦4番艦以来4隻目、以来3隻目。ニューハンプシャー州ドーバーのガリソン小学校3年生たちが、議会議員、州知事及び海軍長官へ手紙を送り、 官名が決定した。ニューハンプシャーの建造は2003年8月14日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され2004年1月に寄港した。寄港式は2007年5月1日にロードアイランド州ノースキングスタウンにあるエレクトリックボート社クオンセットポイント交渉で行われた。2008年2月21日に浸水し、 4ヶ月後の2008年6月28日に、洗礼式が行われた。これは、予定よりも8ヶ月も早く、建造費も5400万ドル少なくなった。公みが完了して海軍に引き渡されたのは2008年8月28日であった。収益式典は10月25日に、メイ北里キタリーのポーツマス海軍造船所で行われた。ありがとうございます。